力を合わせて一つの大塚を作ります。まずはその力を合わせて一つの大塚を作ります。まずはその力を合わせて一つの大塚を作ります。それでは必ずここ住之江大塚はもっともっと力強い町、豊かな町に変えていくことができるんです。移住行政の村、今すぐに過ぎるです。あれは大阪市が作りました。約1200億円です。1200億円もの皆さんの税金をあの経営破綻していただきました。残りの2日間駆け抜けていきます。皆様どうかご支援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。長井、長井、高台、大塚、市民の代表に、